いつの間にやら囲まれております。恐るべし軍神、キリスが我が物として操るか。あるいはこのモヤこそ、そなたたちの魔道。半門を越えた私はもはやためらいなし。皆の者、我が宝庫となりて、かささぎを撃て。剣心様、あなた様と共に。さあ、左右の陣を指揮せよ。これらを落とされれば、ハサミを撃たれるのみぞ。とにかく目立つ、絶対目立って主人公。やった、俺は目立った。ん、今誰かいなかったの。やらな真似はしたくないが、やるしかないな。あれを拳と侮るな。槍より鋭い武の力そのものだ。するな。そなたもまた一番星よ。みんな花のように咲き誇りなさい。承知つかまつ。皆の者、宝刀となる。霧に紛れる影たちで敵を惑わせるのです。強きの時には死ぬ。人は弱くてもいいんだ。断言しよう。この世で最も高潔なるは剣心様と主の名に恥じぬよう振るうことこそ我らが務め。俺はみんなの剣、みんなは俺の剣。私も試される時が来ました。貴様らはよくやった。もう守らなくていいんだ。俺だったら絶対モテないよ。裏切る勇気なんて。すごい圧倒的じゃないか。雑魚どもは拙者にお任せあれ。箱漏れくらいはすかせてから倒れねえとな。私が不甲斐ないばかりに。神の恐れ立つのです。失う明日を恐るるなら、誰からも人求められる。そんな自分に至るまで。無人の心のままに戦います。かしこまり候。守りきれなきゃこうなるのさ。時勢の子を読み終えるまで待ってくれ。霊のもとは全て立つ。影千代様、ほんとでっかくなったよな。私に見る宝庫の目が妙に山を戦うからです。なぜ剣心様、あなた様の震われる宝庫の中に私。無論美しい毘沙門一の刃として全て打ち伏せよ。散りゆく人もまた愛しい。私など最良の宝具と語ってくださった。その思いに応えるため貴様を倒す。わしに勇気を。誇れ、そなたは兵をつぎ込むに足る武人よ。互いに忠義者、絆者であるがゆえかな。お前のその物腰が時折あいつを思い出させる。誰のことだか知らないが、教習ならよそでやれ。会いたいならさっさと会ってくればいいだろう。戻りなさい、美しき私の宝具。しとやかにめでられることもまた
そなたの意思。承知いたしました。剣心様、どうかご分を。必ず無事に戻り、この私を。戦場なのに怖くねえ。この軍にいるおかげか。おお、はずだ。我らは迷いに打ち勝ったのだ。まだ、ヒューちゃん。乗り越えし者たち、宝具ならぬこの身でそなたたちの意志に報い、歯の者が元を離れたがゆえ、三者見事乗り越えてごらんなさい、東照殿。ああ、必ずや。このわしを火と定めてくれたあなたの瞳に報いよう。一条の春の夢。わしが掲げるこれもまた、所詮はだとしても、この歩みを止めはしない。